こんにちは。中高年の味方、李雄蔵です。久しぶりの投稿にちょっとなりますけど、本当は投稿したくなかったんですけど、ですね、昨日の新聞にですね、私が熊本県ということでですね、可決権の問題で、一応、いろいろ出てるんですけど、昨日の新聞で、動物ワクチンも不正法ということで出ましたので、やっぱ人間もいけないんですけど、人間だったら、いいとは思ったんですけど、動物までもですね、したら、ちょっとこれは、ちょっといけないと思いまして、ちょっと一言、私の個人的な意見をですね、ちょっと述べたいと思ってですね、ちょっと今日は投稿しました。やはりずっと問題になってるんですけど、私も思うに、40年間というのはちょっと長いと思います。これは、済んだことといえば済んだことですけど、やはり、これはあくまでも個人的な意見ですけど、他の方の意見もいろいろあると思いますけど、もうこれだけですね、してしまったことですから、一回もう、法人、財団法人ですかね、という形ということを言ってももうどうしようもないと思いますので、ここでもう解体してしまったがいいと思います。全部、さらにして、従業員の方、家族の方もいらっしゃいますけど、一応ここで全部ゼロにして、ということで、再出発、会社をなくしてですね、倒産という形になる、解散ということになるんですかね、その辺はわかりませんけど、一回全部もうなくされたがいいと思いますね。これはもうあくまでも個人的の意見になります。それとですね、可決権のワクチンということでですね、これもですね、私がちょっと調べたわけじゃありませんけど、私がですね、年齢的に、なんて言いますか、肺炎球菌ワクチンをですね、受ける年齢にちょっとなってましたので、それを、これは、去年ですね。去年の、平成26年ですから、去年ですね。去年の11月9日にこれを、肺炎球菌ワクチンをちょっと接種しました。このワクチンがですね、可決権のか、どこで作られたのか、ちょっと私はそこまで調べてませんけど、一応受けました。でその後がですね、原因かどうか分かりませんけど、肺の方にですね、影ができまして、抗酸菌症ということにちょっと今、症状はなっています。まだこの菌は普通の、肺結核とは違いますからね。これは普通の一般的な菌で、まだちょっと特定までは私の場合はできてませんけど、これが、もしかするとですね、可決権の、可決権が、もし肺炎球菌ワクチンを作っていらっしゃるとすればですね、そこの影響が出たんじゃないかなということを思うんですけど、関係ないとは思うんですけど、もしかするでですね、そういうのも関係あるんかなということで、これはあくまでも私のですね、個人的な意見ですからね、私がこういうことで、なってますからね、今、症状的に。症状は別に全然ないんですけどね。そういうことも関係あるんじゃないかということで、いろいろそういう症状が出る人がですね、ワクチンが打って、悪くなったとか、とかも、菌が悪い、個人的な、体力とかそういうのも関係あるかもしれませんけど、それも、全然関係ないとはちょっと言えなくなってきたというところじゃないかと思います。私のこれが、この、
可決金ということで作ったのかどうかも、まあ、ちょっと調べてませんからですね、何も言えませんけど、まあ、この肺炎球菌、ワクチンを打ったことによって、肺の方に影が、できたということだと、また大変なことになりますからですね。まあ、これは私も、まあ、あくまでも個人的な症状ですからね。まあ、こういうことをもうちょっと、だんだん心配になってきてますからですね。他の方もこういうことでですね、ワクチンを打たれた方でですね、もうなんか症状があれば、あのワクチンがいけなかったとか、ということで出てくると思います。これもですね、ちょっと正直言って40年遡らなければわかりませんからですね。40年前からですからね。まあそういうことで、皆さんも、まあそういう疑いがある人はですね、まあ、自分で調べるのも大変だと思いますけど、どっかにそういう、聞くところがあればですね、そういうところを確認されたがいいと思います。私もこういうのを聞くところをちょっと今のところ知りませんからですね、分かればまた投稿して、していきたいと思います。ちょっと話がですね、ごちゃごちゃになってですね、本当、なんかあんまり理解できなかったと思いますけど、まあ、熊本県人としてですね、ちょっと、まあ、全国の方もこれで熊本の可決権ということが分かられた方が多いと思いますからですね、まあ、まだ最後にちょっと言いますけど、一応可決権はもうですね、まあ、いろいろ影響は、あると思いますけどですね、やっぱここで、ゼロにしてですね、もう解体するなりされて、もう本当、まあ、このままだったらマイナスからの出発になると思いますから、ゼロから新たにですね、もうされたがいいんじゃないかと思います。まあ、40年はちょっと長いです。と思います。まあ、そういうことで、私のはあくまでも個人的な意見ということでですね、述べさせていただきました。そして、私が一応、まあ、その可決権で作ったワクチンかどうかは分かりませんけど、肺炎球菌ワクチンを打ってますからね。そして、まあ、一応、この肺炎に影ができて、抗菌三菌症ということに今なってますから、これが影響を受けたかどうかちょっと分かりませんけど、この辺もまあ、時間があればですね、どこに聞いていいか、どうしたらいいか分かりませんけど、まあ、分かればその辺もことを報告したいと思います。そういうことで、ちょっと話が飛んでしまったと思いますけど、まあ、今ですね、一番こう問題になる熊本の可決権ということでですね、投稿させていただきました。これで終わります。